のだめカンタービレの作者二宮智子は漫画がドラマ化されたが、ジャニーズ推しする TBS を切ってフジテレビと契約した。海猿の作者佐藤修法はフジテレビのアポなし突撃取材や許可なし関連書籍販売に切れ、ドラマの再放送や DVD 化、二次利用などが一切できなくなっている。オレンジの作者高野いちごは漫画が実写映画化されたが、みんなキャラにぴったりで見るのを楽しみにしていたけど、いろいろ辛いことがあり見ないことにしましたとツイートした。やわらの作者浦沢直樹は実写映画化された際に脚本を三日徹夜して書いて渡したが、プロデューサーはこれ使わせていただきますと言って持ち帰り一行も使わなかった。